どうも皆さん、こんにちは。ひでたびチャンネルです。学校現場は大変なことになってしまいました。僕の愛する生徒たちともう会えないということになってしまいました。現段階では、この動画とかチャンネルっていうのは公開していないので、みんなにこう見てもらえるのはいつになるのかなって思ってるんですけど、みんなに会えなくて、残念です。早く会いたいです。はい、で今回はですね、ちょっと金融の仕組みっていうのを、もう少しね勉強していきたいなというふうに思います。金融ってことは聞いたことあると思うんですけど、金融って何ですかと。金を、融通するって書きますよね、金融っていうことで、例えばですよ、 ZOZO タウンのね元社長の前澤さんってめちゃくちゃお金持ってますよね。きっとお金持ってますよね。お金あり余ってると思うんですけど、でも僕は今ちょっとお金が大変不足しています。でこのような時にお金が余っている人と不足している人との間でお金を貸し借りすることを、簡単に言うと金融っていうふうに言います。じゃあどうやって、そうやってお金を貸し借りするのかっていうと、前にね、ちょっとお話ししたことあるんですけど、一つは直接金融、株とかですね、そういったもので、投資していく直接金融っていうスタイルと、もう一つは銀行を介してお金のやり取りをする間接金融というものです。で、間接金融の代表が銀行なんですけど、皆さん日本のね銀行で、一番ね重要なところってどこだか知ってますか？もちろん知ってますよね。知ってる？今ねバンってじゃあここに、画像を出しましたけど、ここどこだか分かりますか？これね、そうです、日本銀行と、呼ばれているものですね。通称日銀ですよね。通称日銀、じゃあ日銀って何か、一個ちょっと、ワードを出します。これね、日本の中央銀行です。中央銀行、中央銀行っていうのはね、何かっていうと、経済の中枢を担う、大事な機関ですね。で法的には、政府から完全に独立した組織というふうにされています。で日銀は独自に、物価や景気を安定させるための政策っていうのを、独自に決定できます。で政府はその決定に口出しできないっていうのが、建前です。なぜかっていうと、こう政治家が、日銀とかにこう簡単に介入できてしまうと、選挙が近いから今だけでも景気を良くするようにしようとか、そういうふうなことできますよね。でそういうふうなことができないように、基本的にはこう独立していますよということで、なっています。ですから今先進国っていうのはどこでも、中央銀行、日本でいうと日銀ですけど、中央銀行の独立性っていうのを、認めて金融のコントロールっていうのを任せています。じゃあ日本銀行の主な仕事って何かなっていうと、これ3つあります。中学校でね、習う3つの仕事。まず1つ、発券銀行という役割があります。皆さん、紙幣、何でもいいですよ。1000円札でも5000円札でも1万円札でも、持っていると思います。僕の場合ちょっと福沢諭吉先輩と仲が悪いのでなかなかこう友達になってくれないんですけど、あの紙幣ってどこで、発見されているか、知ってますか？ね、分かんないですよね。でも簡単にあれがどこでもこう発見できちゃうとまずいっていうのは分かりますよね。増えすぎると経済が混乱するじゃないですか。でじゃあどこかっていうと、もう最初に言ったように、これ実は日本銀行なんですよ。日銀が、あの紙幣を作っています。
お札の寿命って結構短いんですよね。いろんな人がこう触ったり、いろんな場所でこう使われたりするので、だいたい1万円で3年ぐらいっていうのは聞いたことがあります。で、千円札だともっとこう流通しているし、いろんなところで使われるので、まあ、1年から2年というふうな話を聞いたことがあります。発券銀行、これが1つ目の日銀の仕事。2つ目は政府の銀行です。政府の銀行、まあ、政府がいろいろこう政策をするのにお金とかが必要になってくるじゃないですか。そういった時のお金をこう預かったりですとか、いろいろやりくりしているのが日本銀行です。これは2つ目の日銀の役割で、もう一つ最後が銀行の銀行と言われる役割があります。まあ、世の中にはいろんなこう銀行があるわけじゃないですか。まあ、大きな、まあ、メガバンクと呼ばれているものから、まあ、地銀と呼ばれているものからいろいろあると思うんですけど、銀行だって、資金のやりくりとか困ったりするわけなんですよね。で、まあ、例えば銀行が潰れてしまうと、そこの銀行にお金を借りていた企業とかってのはものすごく困ってしまいますよね。だから銀行って潰れるといろんな経済効果っていうのがね、どんどんマイナスに向かっていってしまいます。でそういった時に銀行はじゃあお金をどこに借りるのか、銀行にお金を貸すのが、日銀のこの3つ目の、仕事なんですね。今日この3つ覚えてください。発券銀行、政府の銀行、銀行の銀行です。そもそもじゃあ銀行ってどうやって運営してるのかな、どうやってこう利益を上げているのかなっていうふうに思うと思うんですが、今からじゃあ説明しますね。金利や利子って聞いたことありますか？金利とか利子って聞いたことあります？例えば預金金利、まあ、銀行ってお金を預かるじゃないですか。だから銀行にねお金を預けてくれてありがとうということで、預けたお金にね利子を上乗せして返すんですね。まあ、だから皆さんもお年玉とかこう預けたらですね、利子ついて、まあ、何十円か何百円かわからないですけど、利子がついて返ってくるわけですよ。で、預けたお金に対する利子の比率のことを金利っていうふうに言います。例えばですけど、1億円じゃあ、お金をたくさん持ってる人から1億円、預けてもらったとします。1億円預けてくれてありがとうってことで、じゃあ100万円の利子をつけて貸しますね。1億100万円で返します。でも片や1億円貸してくださいって人がいるわけですよ。じゃあ1億円貸してやるから、お前は500万円の利子をつけて返しなさいっていうことにします。で、500万円と100万円の差額は400万円ですよね。その400万円が銀行の利益になるわけなんですね。この差額で銀行は儲けています。余談なんですけど、バブル期っていう、とてもねすごい、またバブルまた説明したいんですけど、バブル期郵便局の定期預金金利が10年で 8.64% だったんですよ。なんのこっちゃ、これ高いのかって分かんないと思うんですけど、仮にですよ、300万円を10年間預けたら、なんと総額687万円になるんですよ。どうですか、これもう夢のような話ですよね。でもね、これそんなうまい話だけではないんですよ。実はバブル期の借入金利っていうのはなんと 8.5% なんですね。例えば住宅ローンで5000万円借り入れると35年間で返済っていうふうにね、組みますと総額で1億5000万円になっちゃうんですよ。5000万円が1億5000万円の返済になるんですよ。恐ろしいですよね。でもこの差額が、もう一度言いますけど、銀行の儲けになるわけなんですよ。ということで、金利と、まあ、利子の仕組み、銀行の儲ける、まあ、仕組みっていうのをお話ししました。すいません、今日ちょっと長くなっちゃいました。日銀の役割と、銀行がどうやって儲けてるのかっていうのを、お話ししました。復習してみてください。はい、さよなら。